こんにちは、エヴァスサゲシです。今回は人間関係を壊してしまう人の特徴とはというテーマでお話ししていきたいと思います。人間関係をうまく保つコツは、お互いが心地の良い心の距離を取ることです。人間関係がうまくいかなくて困っている人の多くは、この心の距離の取り方があまり上手ではありません。そんなに親しくない時から近くに寄りすぎてしまったり、突然心を閉ざしてしまい、孤立してしまったりするのです。 お互いが心地の良い距離というのは自然と生まれてくるものですはじめはお互い遠慮していても会うたびにだんだんと距離が近づいていきますそして着替えば友達になったり恋人になったりするのですただの知り合いで終わってもそれがお互いにとって心地の良い距離であればそれはそれでいいのですすべての人と仲良くなる必要はないということですそのような距離感がわからない人というのは自分のことが分かっていない人です 自分が今どのように感じて何をしたいのかということに気づいていないのです。なぜなら相手から嫌われたくない、相手からおかしいと思われたくないという気持ちに心が支配されているからです。このようなタイプの人は相手に気に入られるために行動します。自分が相手を好きかどうかはあまり考えないのです。相手が自分のことを好きになってくれたと感じさえすれば、その時だけ安心できるのです。しかし相手からポジティブな反応を得られなかったら、 突然その人から離れていってしまいます。少しでも自分は嫌われているという感覚を持ちたくないからです。自分は受け入れられなかったということを感じたくないために自分から遠くに離れていってしまうのです。人との距離の取り方が上手くなるには、まずは自分を大事にすることから始めるのです。自分のことを考えてから他人のことを考えます。そして自分を好きになってくれるからという理由で、本当は好きでもない人と付き合ったり、 行きたくない誘い断れない自分がいるとしたらその裏側にある本当の自分の気持ちと向き合ってみましょう自分を大切にできない思いが見つかるかもしれません人から好かれたい認められたいという気持ちがあるのに心の奥底ではどうせ自分は誰からも愛されない自分なんかどうなってもいいと思っていないでしょうかありのままの自分を受け入れることができなくて誰かに愛されたり認められたら自分自身のことを好きになれるのではないか と思うう気持ちはないでしょうかもしそうならまずは自分で自分のことを愛すことから始めましょうあなたはもっと自分のことを考えて自分のことを大切にしてもいいということに気づいていきましょう自分のことを優先して考える練習をしていってだんだんと自分のことを好きになって自分のことを大切にできるようになっていけば人間関係でも自然と自分のことを大切にできる距離自分が心地よいと思える距離を取れるようになっていきます 自分を大切にする気持ちを育てることで、相手から嫌われたくないという恐れに打ち勝つようになっていけるのです。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。